皆さんこんにちは今日は2024年10月19日の土曜日です前回は創漱四42章から試練の裏側というテーマでメッセージをいたしましたヨセフがアインたちに与えた試練には深い意味が隠されていました大棄権が始まって2年がたった時に10人の兄インたちはエジプトに食料を買いに行きましたところが総理大臣からスパイ容疑をかけられ3日間投獄されることになってしまいましたその中で彼らは 22年前のことを思い出して罪の自覚を持ったのであります。それこそがヨセフが願っていたことでありました。なぜなら家族の回復がもたらされるためにアインたちとの和解がどうしても必要だったからであります。自分は許す用意がありましたけれどもアイたちの悔い改ためを確認する必要がありました。そのためにはどうしてもベニヤミンを呼び寄せる必要があったのです。それまで次男の使命を人質に取ることにしました。アイたちはカナンの地に帰って地に報告しますが 父は絶対にベニヤミンを行かせません。今度は試練の矛先はヤコブに向かいました。ベニヤミンを行かせなければ、シメンは帰ってこない。さらにこの70人の家族はここで飢え死にしてしまう。リーダーとして苦渋の選択をしなければなりませんでした。2回は往復できるぐらいの時間を何とか持ちこたえましたけども、ついに限界が来ました。それまでおそらくピスタチオやアーモンド、ドライフルーツなどを食べていたと思います。 人類救済計画を担う家族がここで滅んでしまっていいはずがありません自分の偏愛と神の計画のどちらを選ぶのかという窮地にヤコンは追い込まれました今日はこの箇所から43章から手放すことによる祝福というテーマでご一緒に考えたいと思いますでは43章の一節を読んでもらいますさてその地の飢饉は激しかった飢饉は良くなるどころか悪くなる一方でありました二節をお願いします 彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くした時、父は彼らに言った。また言って、我々のために食料を少し買ってきてくれ。大切に食べましたけれども、ついにそこをついてしまいました。ヤコブはそこで9人の息子たちに、もう一度エジプトに食料を買いに行ってくれるように依頼したのであります。3節お願いします。するとユダが父に言った。あの方は私たちを厳しく戒めて、 お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いましたこの辺りから四男のユダが頭角を現します。四節お願いします。もし弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら私たちは下って行ってお父さんのために食料を買ってきましょう。ベニヤミンが一緒なら喜んで行きます。そのようにユダは答えます。五節をお願いします。しかし、もしかも 彼を行かせてくださらないなら私たちは下っていきませんあの方は私たちに「お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならない」と言ったのですからしかしもしベニヤミンが一緒でなければ私たちがエジプトに行ってもそれは無駄になってしまいますそのようにユアは答えました6節をお願いしますイスラエルはは言ったたなぜお前たちは 自分たちにもう一人の弟がいるとその方に言って私を苦しめるようなことをしたのかどうして聞かれもしないのにそんなことをお前たちは言ったのかこのようにヤコブは責めますもちろん兄たちはそんなふうに言われるとは予想だにしなかったので聞かれるままに答えてしまいました何節をお願いします彼らは言った「あの方が私たちや家族のことについてお前たちの父は」 まだ生きているのかお前たちには弟がいるのかとしきりに尋ねるので問われるままに行ってしまったのですお前たちの弟を連れて来いと言われるとはどうして私たちに分かったでしょうかまさか弟を連れて来いと言われるとは思わなかったんですそのように言い訳します発説お願いしますユダは父イスラエルに言ったあの子を私と一緒に行かせてください私たちは行きます そうすれば私たちはお父さんも私たちの子供たちも生き延びて死なずに済むでしょうお父さんお願いしますベニヤミンを一緒に行かせてくださいそうすれば私たちは生き,生き延びられるのです急節をお願いします私自身があの子の保証人となります私が責任を負いますもしもお父さんの元に連れ帰らずあなたの前にあの,あの子を立たせなかったら 私は一生あなたの前に罪あるものとなります私がベニヤミンの保証になります私が命を懸けて責任を負いますからどうかベニヤミンを一緒に行かせてくださいそのようにお願いしますユダは22年前にヨセフを売ろうと言った張本人でありますそしてその後、家族を捨ててカナン人と結婚し嫁との間に子供まで作ってしまって帰ってきた男でありましたしししかか今は何とかこの家族に貢献したい。 そのように願っている姿が見えます。十節お願いします。もし私たちがためらっていなかったなら、今まで二度は行って帰れたはずですおお。お父さん、どうか決断してください。これ以上待ったら、飢え死にしてしまいます。そのように説得します。十一節お願いします。父、イスラエルは彼らに言った。それなら、こうしなさい。この地の名産を袋に入れ。 それを贈り物としてその方のところへ下って行きなさい入港と蜜を少々受港<講>ともつ薬ピスタチオとアーモンドエサウーと再会するときと同様にヤコブはここで贈り物作戦を使いますカナの地の名産物を持っていってなんとかそのエジプトの総理大臣の心をやらげようと考えました12説お願いしますまた2倍の銀を持っていきなさい。 お前たたたちの袋のの袋口に返返さされれててていいい銀も持って行っっ行しなさいおそらくあれは間違いだったのだろう前回返された銀のほかに前回の2倍の銀を持って行きなさい穀物の価格は高騰しているはずだから前回と同じ価格ではない2倍の銀を持って行きなさいこのようにヤコブは進めますヤコブは情勢をよく見極めている人間であることがわかります13をお願いします そして弟を連れて、さあ、その方のところへ出かけていきなさい、ついに決断しました、14節をお願いします。全能の神がその方の前でお前たちを憐れんでくださるように、そしてもう一人の兄弟とだいとベニヤミンをお前たちに渡してくださるように、私も息子を失うときには失うのだ。ヤコブは自分のできる限りのことをした上で、神の憐れみを求めて祈ります。 最後の私も息子を失う時に失うのだという言葉は諦めではなくて神様にすべてをお委ねいたします神様はあなたの見てにお委ねいたしますという意味の言葉でありますヤコブのこの正しい決断が家族を救いますそしてヤコブがベニヤミンをついに手放した時に彼は大きな祝福を受け取ることになりますベニヤミンが帰ってくるそして使命も帰ってくるそれだけではありません なんともう22年前に死んだと思い込んでいたヨセフと再会することができるその祝福が彼のところに戻ってくるのであります10人の兄弟たちは贈り物と2倍の銀を持ってエジプトに向けて出発しましたそしてエジプトに到着しヨセフの前に立ちますヨセフはベニヤミンを確認し家の管理者にこの10名を自宅の昼食会に招くように指示をします管理者は10人をヨセフの家に連れて行きます 兄たちは恐れます。あ、きっと、お前たち前回銀を盗んだだろうと言われるに違いない。何もしなくてもスパイ扱いされたんだから、当然このことについては責められるに違いない。そのように彼らは思っていました。きっと我々に襲いかかって、我々を奴隷にするつもりだと思ったのです。などうしてそんなふうに思ったのでしょうか。それは22年前に自分たちがヨセフを奴隷にしたからであります。ですから彼らはそのようになるんではないかと恐れました。 罪人は人の善意を悪く解釈するものです。そして、あんたたちは家の入り口のところで管理者に話しかけます。四十三章の二十二十一二十二節を読んでもらいます。ご主人様、最初の時、私たちは食料を買いに下ってまいりました。ところが、宿泊所に着いて袋を開けると、なんと。私たちの一人一人の銀が、そのまま自分の袋の口にあったのです。 それで私たちはそれを返しに持ってまいりましたまた食料を買うために別の銀も持ってまいりました誰が私たちの銀を袋の中に入れたのかは私たちにはわかりません今回食料を買うために別の銀も持ってきましたしかも2倍持ってきましたそのように彼らは説明しますしかしそれを聞いた管理者は答えます23節お願いします彼は答えた 安心しなさい恐れることはありませんあなた方の神あなた方の地の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのですあなた方の議員は私が受け取りましたそれから彼はシメオンを彼らのところに連れてきた人質だったシメオンは元気そうでした兄たちは総理大臣が昼食会に来られると聞いていたので贈り物を準備しました その上でやってきたヨセフに比例をしましたヨセフは並べられた贈り物を見ながらお父さん変わってないなと思ったことだろうと思いますそしてヨセフは尋ねます27節と28節をお願いしますヨセフは彼らの安否を尋ねた以前に話していたお前たちの年老いた父親は元気かまだ生きているのか彼らは答えたあなた様の下辺 私たちの父は元気でままだ生きておりますそして彼らはひざ,むひざまずいて彼を拝したヨセフは、ずいぶん兄たちが長く帰ってこなかったので、お父さんが元気かどうかということを確認しました、その上で弟のベニヤミンを見ました。29節お願いしますヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていった。 これがお前たちが私に話した末の弟かそして言った我が子よ神がお前を恵まれるようにベニヤミンに会うのもちろん22年ぶりです当時おそらくベニヤミンは四5歳だったと思いますしかし今は26歳から27歳になっていたことでしょうもう幼かったベニヤミンが立派な男になって立派な髭も蓄えていたことと思いますそして本当であればヨセフはベニヤミンお兄さんだよと 言いたたかったんですすけれどももう少しししし我慢しままし30と節30お願いしますヨセフは弟懐かしさに胸が熱くなって泣きたくなり急いで奥の部屋に入ってそこで泣いたやがて彼は顔を洗って出てきたそして自分を制して食事を出せと命じたここから物語はクライマックスに向かっていきますヤコブは ベニヤミンを失うのではないかと,と恐れましたけれども心配はいりませんでしたむしろ物語は良い方向に向かっているのでありますヤコブが偏愛を手放した時神様は大きな祝福をヤコブの手に戻してくださいました私たちもこれだけはどうしても手放せないと思ってしがみついているものがあるのではないでしょうかそれを神様の見てに委ねて手放す時に神様は最も良い贈り物を私たちに返してくださるのであります そのことを信じて、私たちも神様のみ手にお祈りしようではありませんか。お祈りいたします。愛します、天のお父様。今私たちがしがみついているものは何でしょうか。私たちにとって一番大切なものが何かは、あなたが一番よくご存知でいらっしゃいます。私たちの天のお父様は、求める子供たちに対して最も良い贈り物をくださると約束をしておられますから感謝いたします。どうか私たちが あなたを信頼して私たちの手を離すことができるように、これだけは私から奪われては困ると思って握りしめているそれを手放して、そしてその空いた手にあなたがくださる最高の贈り物を受け取ることができるように、私たち一人一人を助けてくださいますようにお願いいたします。今、どうしても手放さなくて苦しんでいる、悩んでいる兄弟姉妹がいましたら、あなたが励ましてくださいますように、天のお父様は求める子供たちに 最も良い贈り物を与えてくださる方であるという信仰を私たち一人一人が持つことができるように、天のお父様、どうかあなたにお委ねする信仰を与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によって一人一人の兄弟姉妹を心から祝福してお祈りいたします。アーメン